読売ジャイアンツ対千葉ロッテマリーンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発桜井がマウンドに上がります。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。カットボールできました。これが3球目。アウトコースのチェンジアップ、次の球もストレートはありですね。なるほど、さあどう来るか。インサイド落ちました。バッターは DH バース桜井、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。インサイド落ちました。チェンジアップは入りません。さあ4球目は何か。インハイ決まります。2ボール2ストライクです。次が5球目。インサイド落ちました。バッターボックスには3番レアード。2アウトランナーありません。先発ピッチャー桜井、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。150キロ。ああ、ボールですか。はい、変化球わずかに外れてボール。インサイド落ちました。アウト。さあこれからマリーンズが守備につきます。そしてマウンドに上がるのは坂本が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。まず打ちをついてきました。まあ、ここは狙っているボール以外は手を出さないでしょうね。なるほど、そうですか。アウトロー外れます。ストライクが入りません。次が4球目。ここは1球見ました。5球目は何で来るか。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。バッターは2番に入っている丸大野。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。ここは落としてきました。ボール先行です。高め外れます。ストライクが入りません。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは ここは1球見ました。これが2球目。今の球には手を出しませんでした。ストライクです。3ボール2ストライクです。外れてフォアボール。ワンアウトから先制のランナーを出していく。さあまず1球目。ランナー動きませんね。ランナー動いてきませんね。変化球空振り。ツーアウトになりました。バッターボックス岡本。ツーアウトランナー1塁です。これが1球目。初球ボール。スピードボールを持っています。今のは内ごろのボールでしたけどね。はい、そうですね。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。ただここはいいバッターなんでバッティングに期待ということかもしれませんね。なるほど、そうですか。
いい球でしたね。インローのストレート、力のあるボールです。フルカウントです。インサイド落ちました。さあ、そしてバッターボックスにはゲレーロが入ります。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、やはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。インサイド落ちました。強い打球。ライト方向を流しました。ランナー2回になります。マリーンズの攻撃、バッターは4番ソト。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。これが初球、最初は変化球できました。ボールになります。インコース詰まりました。5番バッター甲斐桜井、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。改めてお聞きします、この甲斐どういうバッターなんでしょうか。まあ、パワーとテクニックを兼ね備えた頼りになるバッターですね。なるほど、そうですか。引っ張った。打順は6番坂本。ツーアウトランナーありません。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。インコース決めました。ノーボールツーストライク。アウトコース打ちました。2回の裏になります。ジャイアンツの攻撃、バッターボックスには6番ヨウ。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあ、ここはね、確実に行きたいですよね。さあ、まずは先頭バッターを出していきたい。ボールになります。振っていきましたが三振、ワンアウトです。バッターは7番に入っている小林。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、ふわふわっと上がった。バッターボックス西、ツーアウトになっています。最初は変化球できました。よく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。外の球打った。3回に入ります。7番から始まるマリーンズの攻撃、打順は下位打線に入っていきます。バッターは吉田。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。まずはボールから入りました。センターへ。さあ、そして打席には太田が入っています。怖いバッターが続きますね。さあ、なおもピンチが続き満塁の場面。まあ、こういうところで踏ん張れるかというのは勝敗を分けますから、先取点は確実に阻止したいですね。なるほど、そうですね。さあ、そしてバッターボックスには小笠原が入ります。怖いバッターが続きますね。さあ、なおもピンチの場面でジャイアンツピッチャーが変わります。一打先制の場面でマウンド。やはり安易にストライクから入れませんよね。ピンチですからね。ああ、やはりそうですか。インサイド打った。ダブル。初球は大きな変化球、ボールになります。
ここでマリーンズ守備を変えてきました。3回の裏に入ります。ジャイアンツの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターはパーラ。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。ここで申告敬遠を選択、勝負しません。バッターは一塁に向かいます。さあそして打席には坂本が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあなおもチャンスで満塁の局面、あっとここで申告敬遠を選択、勝負を避けました。押し出しで得点が入ります。ジャイアンツがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。西さん、最後は本当によくボールを見極めていましたよね。いやよく見ましたね。あの集中力素晴らしかったですね。うん、これはバッターを褒めるというところでしょうね。バッタージャイアンツサヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のマリーンズですが惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。